Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I figure out. どうした Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. しっかり待ってしっかり。生後3ヶ月から馬の群れの中に身を置き、馬社会のルールや馬語を学びながら育ち。When we wake, hear the birds and the sun. やったね。ドキドキしました。All the good times just begun.Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Crickets see the moon side by side and through No limit to what we can do Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right こんにちは。今回はですね、ソニーさんにお借りした ZV-1 という、去年発売されたカメラなんですけど、Vlog 撮影に特化したコンパクトデジカメで撮影をしてきました。これはですね、去年いろいろ話題になってたんでご覧になった方も多いと思うんですけど、中身はソニーさんが今まで出している RX100、 今第7世代ぐらいまでいってると思うんですけど、その RX100 シリーズが基本的に搭載というか中身は基本的に RX100 なんですけど、
まあ、よりこう動画撮影がしやすくなるような機能がいろいろと盛り込まれています。今日はその辺をねいくつか紹介したいと思います。でまずこのグリップがね、そもそもこれまあセットになってるものと単体で買えるものとあるんですけど、Bluetooth のリモコンを兼ねていて、しかも三脚にもなるし、こうハンドグリップにもなる。で角度を変えたりで自撮りをするときも使えるし、こう回転させて相手を撮るときも使える、そんな感じのものが、ね、ついてきます。 でここにいろいろボタンがね搭載されてるんですけど、まあ、録画ボタンとか写真の撮影ボタン、それからズームボタン、それからこれカスタムボタンなんで自分の好きな機能を割り振ることができるようにもなっています。で Bluetooth でつながってるのでケーブルとかも一切なくてね、非常にスッキリしています。でカメラ本体なんですけど、カメラ本体ここを見るとですね、まずこれ RX100 と全然違う非常に大きな録画ボタンが搭載されています。 RX100 の録画ボタンはね豆粒みたいなんでね、なかなか押しにくかったりするんですけど、すごい押しやすい位置に大きくなってます。でしかも録画を開始するとですね、こんな感じでオレンジのランプがつくので、今録画してるんだなっていうのがすぐ分かるようになっています。でさらにですね、まあ、動画により特化してるのでマイクも、まあ、マイクここに搭載されてるんですけど、よりいいマイク、高級なマイクがね搭載されています。でまあ、どんないいマイクがついてても風切り音っていうのはやっぱり風の強い日だとボーとか言うんですけど、まあ、それを防ぐためのこのウィンドモフも標準装備されています。でこのウィンドモフを取り付けるのはこのアクセサリー集なんですけど、ここにこういう感じでスライドインさせると、まあ、一発でつきます。であとはですね、ここですね、ここの、まあ、今このボタンに割り振られてるんですけど、これが面白くてですね、今はボケ、くっきりとかボケって表示されてると思うんですけど、ボケってすると背景ボケを活かした撮影が簡単にできるようになっています。まあ、撮影に詳しい方であれば、まあ、シャッター速度とか F 値とかをいじってその背景をぼかすことができると思うんですけど、まあ、そんなことか何も考えずに何も知らなくてもこのボタン一つ押してやれば、後ろをぼかした撮影をすることができます。今回の動画の中でも羊のアップのシーンとかでね時々使ってます。もう一個はくっきりっていう方のモードなんですけど、これは自分の顔とか、まあ前にあるものと後ろにある背景の景色とかもピントを自動的に合わせる。だからまあ後ろに綺麗な景色があって後ろもちゃんと見せたい、そういう時はこのくっきりモードにしておけば両方にピントが合うようになっています。もう一つがですね、ここなんですけど、これです。これは何かというとですね、レビュー系の動画ですね。私もまあレビューの動画いっぱいあるんですけど、これを撮影するときにすごい便利な機能になっています。レビュー動画オンに、今綺麗オンにするとですね、まあ三脚に載せて使うのが前提なんですけど、まあ、こんな感じでカメラに向かってまあ喋りながら何か商品を紹介するじゃないですか。でまあ今日はね、この今日は面白いコップを紹介したいと思います、マグカップですとか言ってやるんですけど、まあ、例えば、まあ、今 α7S3 なんですけど、私の 目にピントが今合い続けてるのがね分かると思います。顔認識とか人認識がすごい優秀なのはいいんですけど、こう紹介したいものじゃなくても顔が見えてる限りはそっちにねピントが合っちゃうようになってて、結構それがねネックというか、だからまあ皆さんこんな感じで顔を隠すような形で商品を目の前に持ってきたりしていろいろまあ涙ぐましい努力をされてるんですけど、私もそうなんですけどね、それがこのレビュー撮影のスイッチをオンにしておけば、顔だけじゃなくて商品をこういうふうに前に持ってきたときはその商品に自動的にピントが合う、まあ、そういう機能がつけられています。まあ、ちょっと駆け足になりましたけど、まあ、動画撮影に特化している部分を、ね、いくつか紹介しました。で今回は、まあ、六甲牧場という近くの観光牧場に、まあ、家族で行って遊んできたんですけど、まあ、今回みたいに別に撮影に行くわけじゃなくて、まあ、家族でレジャーで行ったりしたような場合でも、まあ、大きいカメラだとね、まあ、もちろん持っていけばいいんですけど、なかなかじっくり撮影する時間もないし、
中途半端なものになりがちなんですけど、このぐらいであれば本当に気軽に持って行って、でフルオートでも撮影しておけばいいので、まあ、それでも最初にお見せしたぐらいの映像はね撮れてしまうのでね、あのパパママにも本当おすすめのカメラです。まあ、カメラ使ったことない、動画撮ったことないっていう方でも本当に簡単に使えるのでね、あのまた詳しくは下にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。ということで今回このソニーさんの Vlog カムという、まあ、新しいジャンルのコンデジになるんですけど、このカメラの紹介でした。今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。